ノクターナルモルトゥムは、ウクライナ出身のブラックメタルバンド。中心メンバーのンジーズ・バルゴスは、ロシア、ウクライナで、数々のブラックメタル、ラックバンドに参加している。日本において、彼が殺害されたというデマが流されたことがあった。初期エンペラーの影響をうかがわせる、シンフォニックブラックメタルで、派手なキーボードアレンジを取り入れている。加えて、 ウクライナミニオーから深くインスパイアされていて、曲中には民族楽器が使われることもある。これは彼らの国粋主義的な面を反映しているものだと思われる。シンフォニック系のバンドとしては珍しく、アルバムはローファイなプロダクションで貫かれている。また、ブラックメタルで一般的な反キリスト教思想の他に、スラブ民族の文化などを、 歌詞のテーマに取り込むこともある。バルゴスの活動やバンドのアートワークなどから明らかなようにこのバンドはネオナチと深い関わりを持っている。彼らのようにネオナチとの関連のあるブラックメタルはナショナルソシアリストブラックメタルと呼ばれる。ノクターナルモルトゥムはバーズムを除けばおそらく最も有名な NS バンドだと思われる。スップラチオン。 クリスチレンダークネス時代も含むオリジナルアルバムライブ、アルバムコンピレーションでも、ありがとうございます。